はい、皆さんこんにちは、あちでございます。太鼓さんの秋の3パート122ですね、やっていきたいと思います。ですね、まず売却ね。あ、どうは安いな。安いね。みかんかな、みかんは売れますね。で、購入しましょうか。二次加工品の在庫がないんで販路がないんでしょうね。綿花を買いましょう。いや、もうね、難しいこと考えてるよりね、昔の基本をね貫いた方がいいんじゃないの、という感じがしますので、購入はできないですよね。ないですもんね。おいだら、もう他のとこでね、タイとかね、やっててね、やった方がいいのかもしんない。あ、ちょっと待ってね、丸亀は道場。あ、違うね、普通の人だったね。駅先で、あ、こっち行こっか、岩戸の町ね。はい。で、ザで、売却ね。あ、銅がね、売れますね。かす漬け、もう34巻でいっちゃいましょう。で、綿花14。あ、綿花14はどうなんだ、レートがわかんない。あ、石灰が安い。あ、でも愛がある。で、石灰ですね。まあ、1回の出張でね、まあ、10万貫弱にしときたいですね、お金をね。こんなもんかな。こんなもんですね。よいしょ。で、民家は、あ、いますね、土井さん。この場合は、調子が悪い場合は能力ね、まともにわからないんでね。あとは、あ、ちょっとね、長宗我部さん、手合わせできるでしょう。わあ、そうなの。まあ、お茶にしましょう。あ、そんなにね。あー、茶器、あー、いいですよね。ほたらよくなってない。あ、なってないね。手合わせできない。お、できますね。さあ、弟子になりなさい。危ない、止まって見えるか。こうかな。こうだ、こうでどうだ。これはね、じゃあね、生薬いけるでしょね。いけましたね。こんな感じ、どう。鉄壁来るか。関係なかった強いね。おお、来た、弟子ね。もう、あら、次々と引き連れて、いいですね。さあ、こっちの水軍さんにも挨拶しときましょうかね。どなたかなと。はい、あ、手合わせは無理ですね。海外、命がけの仕事に、ああ、信頼が深まらないとか。それはそれは。じゃあ、外交ね。軍資金贈与ね。まあ、ちょっとすいません。基地で5000貫で。はい。確かにいただいたと。はい。まあ、皆さんと仲良くしましょうか。商人ですからね。じゃあ次は、ナルトの町。その前に、三好さんですか。はい、はい、あー、はいはい。あ、まだ、わ、でも能力高いね。ほう、三好実給っていうんですね。手合わせできないでしょ。お茶ね、お茶が手っ取り早くてね、楽ですわ。
と弟子にできるかな。手合わせ、あ、忙しいか。帰ってくださいね。帰ってくださいということです。だらば西賀の町、あ、結構日が経つのが早いですね。道場、あ、違ったか。座ね、売却、まあ、綿花は安かったのかな、お金なんですもんね。まあ売っときましょう。で、はい、安いな。せっ、あ、そっか、ここはそうなのね。あ、硯がもう出来上がってますね。あ、もういっぱいなのね。あと民家、あ、そっか、ここは誰が良かったんだっけ。能力見てみましょうね。あ、技能か。算術、あ、ガモンさん算術あるのね。あ、いや、まあ、今回はいいですか。あまりないですもんね。いいだら堺の町行きましょうか。よいしょ。で、茶人宅、あ、木下小一郎さんいましたね。今茶器鑑定なかったか、なかったか、すいません。久しぶり南蛮商館見ても何かあるかな。お、助左衛門さん、あなたが来るの待ってたよ。あ、まだこの人、あれ下がらないね、親密度が。座で売却しましょう。スズリ28貫で、愛がね、うん、あとはカツオはこんなもんか。石灰ダメね、まあ売ってますからね、ここね。で、あとなんだろう、あ、寿司が、寿司が入った。あ、カス漬けもね入りましたね。全部30貫以上で売りたいところですね。イオ、あ、イオも安いけど、みんないける、あ、いけないね。もうあの堺なら、堺なら京都のこのトライアングルね、トライアングルになっちゃってるんでね。あ、でも石山寄るか、石山寄っちゃう。前田慶治さんには用がないんで、あ、ここは違いましたね、すいません。座ですね。で、売却で、あ、売れないね、ダメだね、これじゃ売れないわ。石灰だけだね、うん、石灰だけですね。購入、なんか買えるかな。買えないよね。あ、唐傘、あ、唐傘も油紙もある。でもこれもう買えないでしょ、油紙ね。あ、いくらで買ったか覚えてないや。あ、よくよく考えると鳥の子紙を原料にして油紙作ったのはまずかったような気がするね。安いものに変わっちゃったような気がする。虹、加工物がね、そんな気してきちゃった。で、なら行きましょう。座で、売却ね。油紙33貫、うん、そうですよね。まあ、硫黄30貫はいいんですけど。で、寿司安いな。油紙33貫っていいのかな。ああ、でもいいか。で、この金額じゃ売れないんで購入ですね。あ、寿司、寿司を、あ、でもね、あ、うん、いっか、あれのような気がするんですよね。あの、筆でもよかったような気がするんですよね。4000何持ってたんで、今ね、お受け取りください。価値が2つ、200貫もかかって10貫でしか売れなかったものなのね、これ。で、私は販路一応見てみましょうか。あ、一応4067か、4067巻なのね。で、お、沖田様の噂をご存知でございますか。はい、え、何の噂を。
いや旅の途中で大変な話を聞きましてね、何でも大名の裏神、宗影様かな、お家を乗っ取られたとか、乗っ取られた重臣の浮田直家という、お方が主の裏神を追い出して自ら大名になったそうですよと。なんとまさに下克上というやつで、哀れにも裏神、最上っていうものかな、まあわかんない、裏神宗影様は国外に追放されたとか。まさに弱肉強食じゃん、国外か、怖いですね。で、職人も終わって民家、あそうだ、このね、弁舌さんが結構いい、この人ね、でもこの人なかなか、この人なかなか強情っていうか相性は悪いんですよね。手合わせできるかな、あらまあ、贈り物1以上、こういう人はね、なんだろう、まあ3ぐらいの何かね、掛け軸でもあげたらどうだろう。手裏剣、鋼手裏剣、鎌、いやごめんなさい、鎌かな、在庫のあるもんね、あ種子島、あでも2だもんね、あこれも2だったのか、じゃあね茶碗99個持っててね、あんまり喜ばなかった、あんまり喜ばなかったが、ってことは勧誘しても来ないわね、ね、あ商人になるつもりないのか、そうかそうだろうね、やるだけ無駄だった、じゃあ今日の街行きましょうね、とりあえず職人宅、はい、あ三冠なのね、あ三冠じゃ、価値が3なのね、もう一回制作依頼しておきましょう、これ投資ですね、まあいわばで、座で売却ね、あ唐笠43いいですね、はい、で寿司36貫、あーまあこの辺はいいんでしょうね、20巻ぐらいであれやってますからね、20巻台で買ってますからね、あ交渉しちゃった、あー7万巻までいっちゃった、どんどんどんと、はい、承諾、で購入しましょうか、お金増えてきちゃいましたね、あいいね、来ました来ました、これはもう帰らないといけないような気がする、お金が、お金がね、あうん、あエゴもちょっと高いんで、あの気にしときましょうか、あまた足伸ばせないわね、こうなると、あそうだね、あとはそうだね、ごぼう、もうちょっと足伸ばしちゃおうかね、もうちょっと足伸ばしちゃおう、目方のあれもないでしょう、あ亀山って何かある、売却ね、茶ダメ、茜さんダメ、あ全部ダメ、逆に購入できるものはアキートがねいけましたね、相場調査14か、じゃあ売却しときましょう、あ売却じゃない投資しておきましょうか、もうちょっと回っていきたいんでね、で民家、あ民家ありますね、能力見させていただきましょう、あちょっと商人向けの人いませんね、ぶっちゃけもう商人じゃない人はカードもらうぐらいしか意味がないんで、行き先、うん、もうね、今ここでしょ、駿府の町まで行っちゃおうかな、あ浜松でなんかあったような気がしますね、あ1月迎えちゃった、浜松ね、で座でで売却ね、あ茶がね、うん、29巻だったらいいですね、でキート27巻のキートも美味しいね、で茜さんダメ、小豆はいけますね、
で、ごぼうね、4巻だったらまあいいでしょう。で、購入ね。塩がお買い得だぜ。いや、塩は買わないですよ。納豆いいですね。納豆1個減ってるの何だったんだろう。ね、1個引いてますんで、ここ来るの久しぶりなんですけどね。あ、カツオが安い。なんかな。あんま買えなかったね。18だったらいっか。肝がね。民家、めぼしい人いません。あ、そうだ。家康さん、弟子にしちゃおう。はい。この人、手合わせできないわね。お茶ね。あ、ダメなのか。あ、かなり。良い茶器を持ってるの、藤井ナス。譲りましょう。ね。じゃあ次戦ってくんない？あら、ダメね。外交はまっすぐ言ってもね、ちょっと、なんともだから。ここでタイ、あら？タイどこだっけ？今、駿府の町にいるのね。あれ、甲府なんかでタイ入るかな？あ、違う。駿府の町に行かないと。駿府の町だわ。あ、で、甲府はなんかあれがあるんだわ。すごく高く売れるのがあるんだわ。売却ね。あかねさん。で、カツオはまあ普通ですね。で、納豆が5缶。うん、まあ5缶だったらいいかな。3缶だもんね。で、購入。ああ、茶釜取ってるね。あ、タイね。タイ開けるかね。で、茶かな。やばいね、これ。もう、上限いっちゃいそう。あ、キュウリ化けるんですよね。あ、ちょっと時間の方が良くなりましたね。この辺で終わっておきたいと思いますよね。太鼓さんのアキンドさんでパート122ですね。この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。